っていう超せっこいことやってんの。ほんと生き残る根性丸出しで自分さえ生き残ればいいってやついたからね、さっきビットリオ使ってるやつ。それやべえなと思ってるわ。99%止め人見てね、誰か狙われたらね、つけるって超せっこいやつ。ダメ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 、なんで回復しちゃってんだよ。はいはい、治療しねえやつだし、こいつ。マジで困るやつっていうか、治療しねえやつってよ。俺がカバーしちゃったの知ってるか、カラス食らって。俺がそのままだとずる賢いビットリオタイプだったら、さっきのビットリオみたいなろくでもねえやつだったら、しゃがんでレグを狙わせるっていう。これみたいな優れてるプレイヤーって楽しいから。敵いるからな。あんなもんただ俺がいなきゃ狙われてるぞ。メグが飛んでる食らって、俺がもう逃げてれば。そんなのが俺が仕事してんだわ。スーパープレイヤーだ。スーパープレイヤーヒロちゃんだ。少しだけちょっと爆弾して、10個あげなきゃいけなかったな。だから今日やらなくてもいいんだけど。後ろも向きづらいし、もう本当にあげれるよな。操作性が本当に悪すぎてよ。本当にあげれるよこれよ。操作性が悪すぎんだもん。コントローラー使えるようにすればいいんだよ。
前に殺されたの。ちゃんとスクラウドは、ちゃんとスクラウドのボンベルスクラウドって何なんだろうと思う。残り3台あんだよ。トンネルクライム救助で60秒って時間使えないの、もうそこのところに時間を、時間配分ってやつを急いでってどうすんの。吊るされで急いでって喜ぶやついんの。発電機回さなきゃいけねえんだわ。時間使えばいいじゃん。回せなかったら意味ねえだろって話だろ。わかる。おい、なげーよ。ごめん、スイッチのわけわかんない原生機に比べればいいか。毎回これ外さなきゃいけないんだ。こんな操作性の悪いモバイルを。必要だって知ってる。もうセーブのモードに任せるしかねえんだわ俺は。ここを回さなかったらもう明日ねえんだわ。ここ重大なんだわ。もういけないんだ俺の位置の人は。セーブがいけなかったらセーブが悪い。オフリーのやつはいかないんだろ。やばすぎだろ。もうここを信じるしかねえんだわ。逆転への一筋の光ここにあるって気づいてるから。ここでは向こうにある光がまだある。俺にはそのための4台目を使ってる。2人に回させないといけない。いや回させる。だから俺が行く。俺が外れに回してる。で失敗が許されない。おそらく焦ってる。おそらく焦ってる。来ない。待ってた。この時はもうこの時を待ってた。考えない。はい、治療して。治療してほしいわ。戦いなんだよデッドバイって。あの4代目5代目が向こうなのは知ってるんだわ。救助あの2人は気づいてくれると信じてるから。セーブルに救助任せ。メグとセーブルが5代目にたどり着いてくれるから。そのために4代目のあそこが必要なんだ絶対に。盤面見てればそうなんだわ。うん、厳しい戦いだった。でもまあ勝ってよかったね。楽しむことです。厳しいことを言いながら、でも君も奮い立たせる。やだ、ひよちゃん。君も奮い立たせる。ペパーです。